甲府記念日ホテルは山梨県甲府市の信玄の湯湯村温泉で営業するホテル。2019年3月までは国際工業が展開する富士屋ホテルチェーンの一つ、甲府富士屋ホテルとして営業していた。1989年10月開業。高さ60メートル15階建てと開業時は山梨県内で最も高い建物で1994年に アピオ、コーフタワー館に抜かれはしたが、ホテルとしては、現在も、県下最高層を維持している。建物は、当初、国際工業グループが所有し、富士やホテルチェーンが委託されホテルを運営していた。館内は、和洋室の客室の他に、レストラン、結婚式場、美容室、写真館、茶室等を併設している。近年では、宴会場の一部を撤去し、 代わりにチャペルを建設するなど、ブライダル関連に力を入れ、婚礼が、甲府富士屋ホテルにおける、年間総売上高の3分の2を占めていた。他に、日帰り入浴も可能な温泉浴場も備えている。2018年7月、愛知県に本拠を置く海へい、リオカンズグループの、ドルフィンワークスが、甲府富士屋ホテルを取得。 2019年3月31日をもって、甲府富士屋ホテルとしての営業を終了し、改装を経て、4月10日に、甲府記念日、ホテルと改称して、再オープンした。経営権の変更によって、甲府富士屋ホテルの従業員約半数は、甲府記念日ホテルに引き継がれた。もともとこの土地は、1937年に開業した、小仙峡ホテルに、 小尖閣と改名が存在した土地である。1962年に国際工業が小尖閣を買収し営業を継続していたが、リニューアルのため1988年に一度営業を終了し、前述の通り翌年に現在のホテルとして再オープンしている。なお、 小尖閣の名前は2020年現在もホテル1階の宴会場の名称として引き継がれている。宿泊者としては、金城天皇と皇后が皇太子、同妃時代に山梨県で開催された国民体育大会にて宿泊された。皇府富士やホテル時代に、金万福が開業から数年の間、料理長を務めていた。ありがとうございます。